ます。はい、はい、動いております。今日が11月の15日でございますね。はい。だからあんまりだからこうあれですよね。先に離れるとちょっとなんか季節の話あんまりできないですね。うん。あ、なんかこう季節の話がさらにできなくなるからね。そうだね。もう急に一気に冷え込んでるかもしれないし。うん、そうだよ。11月だけど、半ばでしょこれ。半ばだけどまだまだ暑かったりとかね。夏場とか本当台風とか本当毎週すごかったですもんね。さてと、はい、ではテープ回ります。ピ、はい、それでは、オラバー研究所150回記念、はいはい、では、放送いたします。ではよろしくお願いします。お願いします。ここは那覇にある小さな研究所、わらばー研究所。毎回ゲストさんを招いて夢を語ったり、教育や子育ての話、そしてただのユンタク話。さあ今日どんな話が飛び出すでしょうか。わらばー研究所党代表戸締まり役ケイシーでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日もですね、こちら、11月15日日曜日でございますね。日曜日なんて第2回目なんですけどね、ちょっとまたなんか、なんか土曜日の感覚が抜けないな。すいませんね。今日もですね、26分間よろしくお願いいたします。さあそしてですね、今日そんな研究所にですね、また、一緒にこの方もいらっしゃいますのでよろしくお願いします。どうぞ、はい、ガナハ高純です。よろしくお願いします。いやーねー、今日2回目の日曜日、2回目です。なかなか先週さ、はい、先週の収録で思ったけどさ、はい、26分、はい、あっという間だね。あっという間ですね、何の話したっけ俺。ね、まず、鬼滅の刃で、鬼滅の刃、鬼滅の刃、鬼滅の刃だけで、ねえ、俺もう全く覚えてない。鬼滅の刃でさ、ネタバレするからさ、猪之助が死ぬって嘘をつくっていうさ、ね、多分あの後多分ね、死ぬのかなと思ってさ、うんうん、猪之助死ぬのかなと思ってみて、うん、死なねえのかよっていうさ、人いるかね。うん、ね、多分あの後ね、うん、多分抗議電話 FM 那覇までお願いいたしまして、いやでもすごいね。今日は、はい、何ですか。なんとですね、うん、なんとこのわらばー研究所ですね、はい、3年前の10月に始まりました。10月、はい、はい、それがですね、足掛け3年、うん、でまあね、まあ、1年間50週ですよね、うんうん、かける3ってことでございまして、うん、なんと今回が放送150回記念なんです。おめでとうございます。ありがとうございます。150回、150回、キリですね。キリがいい ね, ね。ね、キリがいいんだけど、うん、ね、僕と高純さん、なんかね、2人、ちょっと、うん、すみません、なんかもう、なんかちょっとゲストもセッティングできなくて。いや、いいんじゃないの、お2人だけでさ。ねね、うん、だからさ、ね、150回ということで、わらば研究所のさ、はい、歴史をさ、はい、ちょっと振り返りましょうよ。そうです ね。はい。ですね、うん、まあ、といっても30分もありますので、30分しかないので、ガッといきますけども、うんうん、まず3年前にですね、うん、これ実はですね、この手書きの企画書があるんですけども、これね、当時FM 那覇にいました浅田美夢ちゃんね、あ、はいはい、彼女とそれで、ね、ちょっと、うん、こういう番組やってみたいってことをちょっと打ち出しまして、ケイシーさんが美夢さんに、それで、うん、でその美夢ちゃんがその出かけて書いた、うん、もうこれ、まあ、これ本当にもうね、女の子の字ですよ、うん、本当にね。そうだね、で本当、うん、ね、で内容はですね、まあ、コンセプトは親子で聴けるラジオ、うんうんうん、これ変わってないですね。変わってないね、うん、
でですね、トップに出てくるこの主な項目が謎かけ、うん、謎かけ、ああまあ刑事さん、ね、ですよね、といえばだからね、僕としては謎かけを全面的に出したかったんですけどね、うん、最初はそうだったんだ、最初はね、うん、で子育て、うん、で子供の中で流行ってる遊びとか、うんうん、生活のこと福祉とか、うん、でゲストには母親に出てもらって子育ての大変さやアドバイスをもらう、うんうん、親子で出てもらう、うん、あとは、まあ、そのね障害がある子とかね、うん、いろんな方に出ていただきたい、うん、で子ども研究所とかあと NPO とかです、いろんな人たちに出てもらうと、うん、この子育てっていうコンセプトは出したのは浅戸さん、はい、そう、ケイシーさん、あのね話し合いで当時実はその時に、うん、まあこの番組の所長でありますホーリーさん、本当にねとあるひょんなことがきっかけで、うん、お会いいたしまして、それでそういうタイミング的にそうだったんだ、まあ、子育て番組かと思って、うんうん、それで面白そうだな、いろんな切り口ができそうだなということで、うん、それでホーリーさんに、うん、アドバイザー的な役で出てくれませんかってことで、うん、なるほど、そうなんですよ、まあ、僕は、まあうん、全然ど素人ですからね、うん、子育てに関しては、うん、で僕としてはなんかそのアドバイザーにはホーリーさん任せといて、うん、途中で僕は謎かけコーナーみたいな感じで、うん、実はこっちにあるんですけど、ケイシー企画書に書いてるんですけど、うん、ケイシーおじさんの謎かけコーナーとかで宿題とかなんか出してとかして、うんうん、やってみたんですけど、まあ来ない来ないそれはそうですよ、だってやり始めたからね、でまあまあね、うん、最初は、まあ、まあ30分あ、うん、まあ、予定で30分だったんですけども、うんうん、それが土曜日の昼14時から、ね、お最初は土曜昼だったんですよ、14時から1時間だったんですよ、うんうん、やりました、うん、でその時はホーリーさんとの相談で、うん、まあせっかくだから1時間やろうよってことで、うんうん、14時から1時間ってことが決まりまして、うんうん、で本当に、まあ、当時から、まあ、いろんなゲストさん呼んだりとかしてやらせていただきました、うん、まあ本当にですねこれまでね本当とりあえずまあ一応ねケイシーさん新番組と書いてる以上はですね、うん、毎回出ないといけないと思って、うん、とりあえずまあ一応自分まあ解禁書っていうことをして、うん、それはそうだよ、だってこの番組ケイシーさんのね冠番組なんですから、いやいや冠じゃないですよ、うん、いやそうだよケイシーさんの冠と思ってますよ、まあ、ただもう休んだらなんかねそう、うん、なんかやっぱそう毎週続けないとなというのがあったので、うん、とりあえず続けなきゃと思ったので、うん、でねまあただ僕だけではちょっとねお話しするのあれなんで、うん、ちょっと一旦ジングルを聞いていただいてですね、うん、あの人にちょっとお電話つなげてみようかなと思いますと、うんうん、さあ誰が電話に出てくれるでしょうかって思いながらね、はい、まあそんな知ってるくせにとか言ってからね、はい、ではですねちょっと一旦ジングルを聞いていただきますね、はい、はい、さあわらば研究所、さて今回はですね、150回記念スペシャルということでございまして、めでたい、はい、ですね、まあ僕とですね高純さん、そしていろんな、はい、あとまーちゃん、いろんな人たちに支えられてですね、うん、まあ、この番組、まあ続けてきたわけでございますけれども、まあやっぱこの人がね、そうですね、この人がいないと始まらない、うん、ね、やっぱね、やっぱこの番組一緒にね当初から支えていただきましたこの方ですね、お電話がつながっておりますよ、ではお話ししていただきましょう、もしもし、もしもし、はい、どうも、はいはい、ご無沙汰しております、お久しぶりです、所長のくせに留守ばっかりですいません、はい、改めまして所長お名前お願いします。はい、わらば研究所所長のホーリーで
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、あのね、所長またあれさ、宇宙に行っちゃったんですか？すいません、もう帰れるように頑張ります。いやあのね、あの堀さん、改めましてこの番組今日で150回目なんですわ。おめでとうっていうか150回目やってきたんですね。すごいですね、ケーシーさん。もう続けてるよ。もうそう、あのね、堀さん本当、一応もう堀さんがもうお休みの間でも何とか研究所開けるぞということで、はい、素晴らしいです、ね、このいやいやいや、いや、あの一番はやっぱね、でもやっぱ堀さん来てくれないと本当に、ちょっと復活できるように頑張ります、はい、いやぜひよろしくお願いしますね。あの、うん、高純さんとも久しぶりじゃないですか。久しぶりですね。いつぶりぐらい、いつもかなりぶりですよ。全然会ってないですよね。、うん、なんかでもあのすごいこの間の超久しぶりのスポット出演の時にお会いしましたね。ああ、そうですね。はい、それ以来お元気でしょうか。お元気ですよ。楽屋ネタ番組みたいになってます、ね。いや、150回だからいいのかな。あ、もうそれちょっとね、今日はね、過去を振り返りながらですね、ちょっという、はい、まあちょっとまあ進行してるわけなんですよ。なるほどなるほど。はい。はい、で、そう堀さん、あのね、一応あの、うん、ご報告なんですけど、わらば研究所は日曜日に移っちゃいましたよ。お引越ししたみたいですね。はい、みたいなんですよ。みたいってもう、そんな。ちゃんと情報届いております。あ、よかった。うん、あのなんか時差で入ってこねえのかな思った。そうなんですよ。そうなんですよ。まあ、30分ちょっとね、濃縮しちゃったけどね。なんとかね、まああの、まあ社長のね、居場所はちゃんとね、作っとけと思ってね。ありがとうございます。はい。で、あの、はい、私が戻った暁には、1時間番組に復活できるように頑張ってまいりました。ね、やっぱりね、本当ですね。本当ですよ。頑張りましょうね。あ、本当。その方にできるのかね、FM の方的に。はい。あの人帰ってくるから1時間ね、あ、いいよみたいな。大丈夫じゃないですか。やっぱそこは所長の権限でいいんじゃないですかね。あ、なるほどなるほど。はい、じゃあちょっと次の番組改編に合わせて1時間枠に戻れるように。はい。はい、そんな獲得も、ね、はい、ぜひぜひ、はい、はいはい、いや、あのどうですか、あの堀さん。でもで、まあ一応ね、あの、こちらの150回丸3年やらせてもらってですね、すごいね、3年経つの。で、印象に残ってるゲストさんいらっしゃいますか。いや、もういっぱいすぎて、はい、本当に毎回毎回、いや、なんかちょっとなっちゃってるけどごめんね、私宇宙旅行中なので、今あの、なんだかすごいたくさんいろんなゲストの方に来ていただいたので、はい、誰って言えないよね。ホーリーさんはあれですか、ラジオってこのわらば研究所が初めてのラジオでした？違いますよ。そうじゃなくて他にもやってて、はい、あの他も生放送の FM 南條さんのお昼の番組を、うん、あの貼らせていただいておりましたね。あ、それでじゃあケーシーさんもホーリーさんにっていう。そうですね、あの、あのはこの番組が初めてですけど、うん、そうですよ。あの、そう、きっかけは沖縄タイムズの記事ですよ。あの、はい、あの初めましての記事から。はい。あの、しまった、道間違えちゃった。あの、ど、あの、宇宙でも道間違えるんだ。あ、間違えた。うん、今間違えて小惑星に行っちゃったみたいですね。え、ケーシーさんとホーリーさんの出会いっていうのは、あれこれはいかん橋を渡ってもったっていうリアルタイムな感じの届け。どこに行ってるんですか。あの大丈夫ですか。くれぐれもあれですよね、ちゃんと一応イヤホンマイクはしてるんですよね。してないよ、スピーカーフォンで喋ってます。あ、はい、くれぐれもですね、こちらの、明らかにあの、あの運転中あの、ね、ちょっとね、安全なところに止めて、まあいいよ、なんとかなるよ、つけばいい、つけば、はい、というわけでですね、運転中ではございますが、スピーカーできちんと皆さんね、あの携帯もちろんですよ。はい、ちゃんと持ってね、話してるとね、はい、捕まっちゃいますからね。所長が捕まったら本当シャレにならないですよ、本当にね。はい、本当です。私もですね、あの崩壊令の時にですね、なんていうの、なんかね、ほら、いろいろ噂が飛び交ったじゃないですか。携帯電話の禁止が厳しくなるよ。はい、うんうん、はい。だったんで、いろいろ調べまして、固定型の、手をね、はい、ハンズフリーのやつとか今ありますもんね。ハンズフリーになるように、うん、固定できる器具をですね、うん、器具っていうのかな、なんていうの、カーアイテムをね、購入いたしまして、うんはい、これが便利なんですけど、真夏
ね、設置されてるので、真夏 の, あのトークはですね、ボーボーしちゃって聞こえねえみたいな。なるほどね。あ、なるほどね。それで携帯がキンキンに冷えるんですね。キンキンに冷えちゃうのはいいんだけどね、声が聞こえない、ボーボーしてるみたいになっちゃうんですね。うん、よろしくないので、皆さんお気をつけくださいと。あ、いい情報ですよ。これはね、これはオートバックスに行ったらね、いい情報になりますね。うん、で、本当だよ、本当だよ。うん、うん、運転中にトークすることはないよって方が選んだ方がいいです。なるほど。あの、うん、エアコン吹き出し口じゃないやつを選ぶのが賢明ですが、私はエアコン吹き出し口真横を選んでしまったため、いろいろ問題ありですけど、まあ、今日はね、真夏じゃないから大丈夫ってことで。はいね、あの、はい、ワラバー研究所 の,、ね、このこれまでの歴史の話を紐解いて話そうと思ったらね、なぜかあのカー用品の話になりましてね、うん、まあこれもこの脱線ぶりもこれも相変わらずってことでいいかなっていうかね、もう何でもいいかなっていう、ね、あの、みんなのね、ワラバ研究所のほら目標は、子どもたちにいろんな将来の夢があるよっていうことを、大人の皆さんの経験とかね、はい、職業どうやってなったのみたいなことを聞くっていうところをやってますけど、はい、あの、聞いてる皆さんのためになる番組になったらいいなということで、うんうん、何でもありだみたいになってねえ、あの、さっき話の途中だったんですけど、高純さんからの、ね、はい、質問で、もともと、あのね、僕とホーリーさん、あのね、あの、まあ、お会いするきっかけ、はい、はい、あの、新聞の記事だったんですよね。そうですね、内閣改造の時のね、はい、改造内閣に一言ってやつですね。社会面に、うん、あの、一言一言、その当時の、安倍さん の, その安倍政権改造内閣が発足して、うん、その時に、なんかいろんな有識者が見る、うん、そのコメントがあったんですよ、うん、私はなんとか内閣、それぞれ投稿、記事を投稿したってこと。あ、いや、あの、インタビューされたんですよ。あ、実際に会って、はい、で4人ぐらい出て、うん、でなんかその、まあ、どこどこの中小企業なんとか市の社長、あの、その先生とか、うん、で今回の沖縄子ども総合研究所所長、うん、でそれがホーリーさん、はい、うん、でその最後に謎かけ名人ケーシーってありました、ね、なるほど、いいオチを作ったなっていうかな、うん、でその時に、で、うん、なんか、あの、はい、その時に、あの、ホーリーさんは当時、あの、ね、保育園の園長先生の、ね、会とかね、はいはい、でそれで、まあ、はい、ね、あの、そのね、ね、そ、会合があって、うん、あの、堀川さんの、そのね、あ、ほ、あ、本名言っちゃった、あの、ホーリーさんのね、あの、隣に写ってるこのケーシーさんって何者なんだろうねみたいな会話になったらしいんですよ。おほほ、それで、うん、今度なんか飲み会やるから、あの、うん、呼ぼうこの人ってなって、ホーリーさん側がですね、うん、いや、私がじゃない、あ、私がじゃないって言っちゃったケーシーさん、そんなことないよ、あの、ホーリーさん の, その知り合いですね、うん、お互い全く知らない人だったので、新聞にただ隣同士に載ってただけなんですよ、うん、ですが、私の愉快な仲間たちがですね、うん、保育園の園長先生とか弁護士さんとかいろんな人たちが集まっている、うん、子供のことを考えようみたいなね、うん、大人たちがいるんですけど、うん、ちょっと愉快な皆さんで、うん、新聞で隣同士に載ってるんだからもう知り合いだって言うんです。なるほど、いちゃればちょうで、意味がわからないにもかかわらずもう隣に載ってたんだからアポイントを取れと、うんうんうん、無理やりですね、ケーシーさんの連絡先なんて知りもしなかったんですけど、フェイスブックでですね、繋がりまして、あの、新聞で隣に載ったものですがお分かりになりますかって、はい、メッセージを送ってたんで、唐突で大変申し訳ないんですが、うん、隣同士に乗ったのも何かの縁ということで、うん、ご一緒しませんか、しませんかとお誘いしたら、うん、ケーシーさんがですね、心よく快諾いただきまして、うん、初めましてみたいな感じで会ったその日にラジオをやろうってなったんだよね。あ、その日に、あのね、あの、当時のね、当時、あの、パレットのね、屋上でビアガーデンがありましてね、はい、そこに行きました。ああ、じゃあその時はもうケーシーさんは、はい、謎かけやってもらい、うん、でちょうどケーシーさんが番組しようかなって考えてらっしゃった時で、うーん、タイミング的に一緒にやろうみたいな勢いでしたね。そうですね、その時にもう、そんで、その時、さっきの話にちょっとつながるんですけど、うん、子供向け番組、あ、いいかもなみたいな話になって、なるほど、それで、あの、その、そうですよ、うん、で、あの時本当にね、あの、あれですよ、あの、ね、まあ、それからも本当に、まあね、何とか3年いやー、何とか持ちましたね、本当ね、いやいやいや、で、また、いや、でもこれはホーリーさんがね、本当喋ってくれるからですよ、本当に。もうこれだけ分ね、どんどん、僕一人だけだったらね、いや、僕一人だけだったらスタジオにいたら本当に悲惨ですからね、本当にね、そんなことはないですよ、いやいやいや、まあ、でもあれですね、初回放送とか積もってますけど、ええ、
の FM 那覇さんのね YouTube のアーカイブとかでも見れちゃうんじゃないですか、はい、初回の見れますよ。いや僕上手くなったんじゃないですか、ケイシーさん。だってもう僕覚えてますよ。第一声がですね、うん、収録であのね、あの昼のさっき言ったね土曜日の14時の昼の放送だったんですよ、はい、だけどね、うん、収録時間がね夜だったんですよ。あ、収録は夜夕方だったんですよね、うん、で思いっきりね収録スタートって言った時に、うん、こんばんはって言ってしまって、あ、それは知らないか。それでこんばんはじゃないとか言ってから、うん、あ、言われたんだ、はい、そうなんですよ、ねえ、またね、まあ本当にまあ、あとやっぱどちらかというとミュージシャンの方とか、はい、ね、あのね、あのね、あのね、1回目出てくれたね、あのね、しーこさんとかね、あのね、しゅうこさん、しゅうこさんとかね、あと、はい、そうですね、音楽やってる方とか、ね、クリエイターの方とかね、ワラバー研究所はやっぱりあれですよね、その一般的な職業っていうのを、なんかサラリーマンとかもちろんいいんだけれども、うん、なんかそういうのはなんとなく子どもたちも大人もさ、どうやってなるかイメージがつくじゃないですか。そうですね、うん、だけどそうじゃない職業の方、お笑い芸人とか、うん、漫画家さんとか、うん、ね、本当そのえこれってどうやってなるんだろうっていう職業の方たちに本当にたくさん来てもらいましたよね、うん、そうですね、なんかもう特殊な職業というんですかね、と言い方あれですけどね、うん、本当ですね、民謡歌手の方からね、堀内かな子さん、堀内かな子さん当時生まれて3ヶ月のまた赤ちゃん連れてきていただいて、うん、本当ですよね、いろんなことがありましたね、 あのね、スタジオでの授乳したんですよ。あ、す、あ、聞きました、それすごいね、うんうん、どうぞどうぞみたいな、ね、うん、本当に。あとはそうですね、あとはそうで、あとは、あ、そうだ、あの松本市長ですよ、浦添の、そうそうそう、うん、市長さんとかもさ、どうやってなるのか分かんないしね、うん、どんな人が来てもらうか、そうそう、議員さんとかも結構来てもらいましたよね、そうそう、酒井さんとかね、そうそう、あの、はいはい、あとね、お腹さんとかね来ていただいたりとか、いただきましたね、であとはあのそう、僕の同級生のね、あのね、日川佐野さん、中城村のね、はい、ええ、はい、議員さんね来てもらいましたよね、なかなかないんじゃないですか、こんな滝に渡る、いや、どうやってなるの職業の人がいっぱい来てる、すごいですよね、うん、でそれ引っ張ってくるのはみんなケイシーさんでしょ、うん、あのもう本当キャスティングはもう、ね、もう本当もうダメ元で、はい、うん、お願いできませんか、それがすごいと思うんだよね、ケイシーさんのそういうところ、いやいや、もうあんまり、うん、あの、じゃあのそうだ、もうせっかくだからもう今のうちにもう言っておきましょうね、うん、先日ですね、僕ヒープーさんお会いいたしまして、はい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 、あの沖縄の星じゃないですか沖縄のタモリさんですね本当ですよね、あの、あの本当にダメ元でですね、一応とりあえずあの今度あの聞いたの、今度ゲストあのお願いしますって、 お願いしました、そしたらあ、いいよって、本当、だからもしかしたら、もしかしたらですよ、もう近いうちに、うん、わら、そう、いや、むっちゃ緊張するな俺、いやね、なんか年明けか、なんかそのせっかくだから新春スペシャルとかなんか、うん、ああいいね、どうせやったらね、年末スペシャルかなんか、その時にさ、うん、1時間に戻ってきたらいいね、そうですね、1月ぐらいにはまた戻れたらいいですね、その時だけ1時間スペシャルできないか ね、それか、それかもうね、もういっそのこと12月からパッと戻したいですね、あ、ね、12月ぐらい1時間枠にしてもらうか、はい、もうそのためにはもうホーリーさんのね、この回復力がねキーでございます、はい、わかりました、いやいや、あの、本気なんだけどさ、これ人間ね、バイオリズムに波があってね、うん、そう、まあ、あんまり無理しちゃダメですよ、そういうのはね、ありがとうございます、うん、でもなんか私がこの間経験してきたことなんかもぜひいろんな人に知ってもらって、そういうの気になる、う、ね、うん、いいかなっていう、火星で何があったんだろうってむちゃくちゃ気になるんですけど、いろいろ話聞きたいな、コウジュウさん、ちょっとこの後飲み屋で、ね、あの、お話しましょうかただあの残念なことにね、ホーリーさんもコウジュンさんあんまりお酒飲まないですよね、あ、ホーリーさん飲まないの、飲まなくても酔っ払ってますからね、うん、それはある、あ、そう、そうですよ、飲んでないことが飲み会でバレませんからね、だから、あ、いい、いいね、いいですね、ジンジャーエールをハイボールだって言って飲んでますから、ね、あ、いい、え、飲めないんだ、すごく飲めそう、はい、なるほど、ね、うん、飲めなくはないんですけど飲まないですかね、うん、なあ、そうか、うんうん、あの、私子供対応してるじゃないですか、はい、緊急対応が深夜に入った時にお酒飲んじゃったら車が出せないので、なんだ、ただのプロじゃないですか、ね、本当にもう消防士と同じですね、ね、すごいね、なので、うんうん、あの飲む時はですね、支援、リアルタイムの支援の子たちには飲む時はもうこの日飲むから出れないよって先に言います、うん、うん、なるほど、
もう偉いな。そんなね、ホーリーさんのプロフェッショナルのね見たいのでね、うん、今度本当にもうこの支援のね、この活動状況、あのリアルな声をちょっとね、本当ですよ、また日を改めて、うん、お話しましょう。はい、ね、はい、ちょっと本当にパタパタしておりますが、うん、復活しますので、いえいえ、皆さんもあの、はい、うちの中な書院のみんなの楽しい番組、これからもね聞いてほしいなと思います。よろしく、はい、そうしましょう、みんなで、みんなで頑張りましょう、うん、あとまーちゃんもね、あとおりますんで、そうだね、はい、うんうん、で、そしてですね、で、ホーリーさん、実はもうあと、もう放送あと、ね、2分足らずなんだわ。30分早いよ。そうなんですよ、はい、ちょっと近々スタジオに戻れるように頑張りますんで、コーシューさんとケイシーさん、その間スタジオを守っててください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、ホーリーさん、また改めて今度、はい、はい、ありがとうございます。失礼します。いや、まあ、元気そうだね。ね、相変わらずでしたね。まあ、まあ、うん、人いろいろあるけどね。ね、まあまあまあ、え、まあ、今頃とまた宇宙戻ってくると思いますので、その時にまたあの皆さんでまたね、楽しくね、ユンタク番組しましょう。ね、本当にもうね、この番組本当にもう、わらば研究所と言いながらも、うん、まあ、何かにこう、つなげて、おしゃべりする番組で、うん、そうだよね、それでね、どんどんやっていけたらいいかなと思ってますんで、うん、これからもね、5年10年とね、続けていけたらなと思ってますんで、うん、5年10年経ったらさ、この番組聞いてた子供がさ、もう成人とかするかもしれないね。そうかも、この、うん、このジングルの子もそうかもしれないですね。確かにそうだよ、うん、うわ、いやでも楽しみじゃないですか、それ思ったら、うん、本当だよ、うん、続けよう、10分になっても続けようね。やりましょう、番組が10分になってもね。いや、今日はですね、本当にですね、150回記念ということでございまして、はい、まあね、うん、この番組にですね、この、まあ、欠かせないホーリーさん、お電話で出ていただきました、うん、まあ、これからもですね、まあ、本当に改め繰り返しになりますけども、うん、ね、もう長く続けましょう、一回でも多くもね、そうそうそう、長く、ね、うん、ね、どんどんしちゃって、いろんなことをおしゃべりしましょう、そうやって、ね、うん、沖縄を楽しくしちゃおう、うん、ということでございますね。さあ、時間いっぱいでございます。早いね、わらば研究所、この放送は居酒屋フードバー七福神謎の Y 先生の協賛でお送りいたしました。ありがとうございます。なんと私ケイシーと金葉浩純でした。ではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さよなら、ありがとうございました。